continuing in the Fields K-1 Quarter Final Tournament. First joining us to the blue corner, hailing from Plano, Texas, by way of Miami, introducing Eshkenar Brown Tarn.果たしてこの男の実力はいかほどのものなのか。エスチャダーが姿を現しました。異色の経歴を持つエスチャダー、アメリカンフットボールに打ち込んだ高校生活、そして卒業とともに彼が選んだ道はなんと神の教えを説く牧師という職業でした。その後格闘技と出会った彼は牧師と K-1 選手という二足のわらじを履くことを決意しました。戦いを通じて道を解く、エスチャダーの言葉がどのように証明されるのか。今エスチャダーデビュー戦のリングに入ります。今年デビューの K-1 選手の中で最も可能性を感じさせる男、ザビット・サメドフの入場です。3月のデビュー戦を見事勝利、しかし次のアムステルダムで彼を待っていたのは優勝の2文字でも開幕戦のチケットでもなく、格闘家として初のノックアウト負けでした。あの日リングで掴み損ねた栄光をもう一度ここラスベガスのリングで取り返す。世界の K-1 ファンよ、進化した俺の姿から目を離さないでくれ。その冷たい瞳はもうすでに韓国開幕のリングを見据えているのか。その目はもしかしたらそれ以上先を見据えているのかもしれない。冷たい冷酷な雰囲気を持ってザビット・サメドフ、今ラスベガスのリングに足を踏み入れました。戦う牧師、今日が K-1 初戦、エスチャダー。He stands at 6 feet even in weight in at 203 pounds. His record 50 wins, 5 losses, 26 wins coming by way of knockout. Fighting out of Belarus by way of Azerbaijan, introducing Zabit Samedov. 自分の誇りを取り戻す戦い、ザビット・サメドフ。谷川さん、はい、この両者の激突というのは非常に楽しみがあります。ちょっと楽しみです。僕は本当1回戦の中では一番楽しみな試合ですね。はい、エスチャダーって、ね、あの明大のキングカップで優勝してるっていうのは結構強いと思いますし、そうですよね。はい、ザメドフはね、やっぱこのヨーロッパ大会見ても、まあ、若手で一番いい選手だなと思いますからね。さあこの2人がどんな戦いをこのラスベガスで繰り広げるのか。圧倒的なハートパンチャー同士の戦い。はい、今第1ラウンドのゴングが打ち鳴らされました。エスチャダーサウスポーですね。はい、青いグローブエスチャダー、今日が K-1 デビュー戦、元ムエタイの世界王者、そして赤いグローブがザビット・サメドフ。さあいきなりミドロー合わせ気味に出していったが、これはスリップ、うん、
ザベノフはよく見てますね、はい、切れ味鋭い右のロー、そして今度は右の前蹴りから左のフック、コンビネーションで攻めていきました。赤いグローブザビット・サメドフ、強気ですからね、はい、ちょっと失血しましたね、はい、そうですね、ちょっと青コーナーエスサダーの方に出血があるか。さあハイキックから回し蹴り、自分の持っているテクニック、その全てを出していこう、そんな思いか。立ち上がりから積極的な動き、サメドフ、うん、さあまたパンチでプレッシャーをかける。やっぱサメドフの方がちょっと一枚上手かもしれない、ね、そして左のハイ、これに左のフックを合わせていった、うん、エスサダー眉間がちょっと出血してるんですね、はい、いきなりの出血、あ、これが K1 デビュー戦、うん、洗礼を浴びている形になっているエスサダー、右の前蹴り、エスチャダはやっぱりムエタイスタイルでちょっと待ちのスタイルですね。さあ回し蹴りがボディを捉える、アップライトで構えて待ってるって感じですから、はい、この辺りは自分のスタイルをエスチャダはとにかく出していこう、はい、サウスポースタイル、相手の攻撃を待っている青いグローブのエスチャダ、そうですね、するとカウンター狙いというか、はい、さあ逆にこんなところで止まっているわけにはいかない、そんな思いか。ザビット・サメドフ、いいですね、サメドフ仕掛けていきます、ちょっと見切りましたねエスチャダ、はい、あとはもう自分がいつ倒すか、そんな自分の中のカウントダウン時計が開始しているかもしれません。ローを受けてももう笑っています、ザビット・サメドフ。さあこの赤いグローブがどうエスサダーの顔面を捉えるか。ここはプレッシャーの掛け合い、距離の取り合い、キックフェイントを入れていったサメドフ、そして今度はジャンピングしながらのパンチ、得意ですよね、一つのこれが彼の代名詞とも言える、うん、さあサメドフ今度は左のハイ、体が小さいので周りを滑るためにジャンプしてくるんですよね、183cm、 K1 のトップファイターの中では小柄な選手、しかし積極的に今持ち合っていきます。さあロープ際ちょっとエスジャダ手数が出ないか、プレッシャーをかけていくザビットサメドフ、はい、かなりちょっと出血がひどいですね、はい、この出血、さあそして右、大いに沸きますラスベガスのこのスタンド。さあファンの前にあとはノックアウト勝利を見せることができるか、ザビット・サメドフ、前回格闘家人生初のノックアウト負けを喫しています。相当悔しかったみたいですからね。そうですね、ただ本人は今回の最終予選で立ち上がればいいんだろう、そんな思いか。左のボディ、左のハイ、さあアッパーも出していく、ダウン、ナイスカブでしょう、サメドフがダウンを奪いました。カウントは進む、ナイスコンビネーションですね。なんとか立ち上がったが、ここで第1ラウンド終了、やはりその実力は本物、ね、サメドフが第1ラウンドダウンを奪っています。立ち上がりの攻防、この辺り冷静に見ていくのが谷川さん、 そしてこの左で、はい、ターンを奪いました。もしかするとあのヨーロッパ大会での敗戦がこの男にさらなる高いレベルを用意したのかもしれません。そうですね、まあ、やっぱいい経験だったでしょうね、 KO のレベルの高さは。いや本当だからいい選手ですよ、ダメですね、もともとデビュー前から定評があった選手、はい、それがこの K1 の戦いを通じることでさらなレベルアップをしていきました。その前にエスサダはもう防戦一方、そして出血も確認されています。はい、サメドフのノックアウト勝利がこの2ラウンドで生まれるのか。第2ラウンドが始まりました。さあ今度は積極的にエスチャダーが前に出てプレッシャーをかけようというところ、ね、左のフックを合わせています。エスチャダーちょっと単発なんですよね、はい、ミドルとローというのが得意だと思うんですけど、そのあたりを出していけるのかどうかエスチャダー、ね、左のミドル、うん、ロープ際追い詰められているところ、体をうまくスイッチしました、入れ替えました。サメドフ、トーナメントに負けて、あ、パンチに自分は頼りすぎていた、キックをこのラスベガスに向けては非常に重点的にやってきたと話すサメドフ、そのキック遺憾なく発揮しています。さらにもともとあるそのこだわりのある速いパンチ、強いパンチを出している。今度は回し切り、右のボディを捉えた、一瞬動きが止まったエスチャダ、動きが止まる、連打でいく、レフリーが試合を止めた。ナイスボディですね、
強すぎる、ザビット・サメドフ出てきましたね。どこまで強くなるんだこの男。見事回し蹴り、2ラウンドノックアウト勝利を飾っています。2ラウンド1分5秒、芸術的な回し蹴りがエッシャダーを捉えました。後ろ回しがすごかったですね、はい、ボディえぐりましたからね。改めてそれをご覧いただきましょう、もうここでエッシャダー止まります。レバーえぐったって感じですね。もうやっぱりねボディも効いてますけど完全に繊維喪失ですよ、はい、何をしてもこの男には勝てないという、まあ、エッシャダー自身が分かったんじゃないですかね。そうですね、圧倒的な強さを見せてザビット・サメドフ2ラウンドテクニカルノックアウト勝ち、見事準決勝進出。さあこの男次はどんな戦いを見せてくれるのか、楽しみは本当に増すばかりです。Let's do it, baby! Come on!